はい、皆さんこんにちは。キャリアチャンネルの船橋です。このチャンネルではですね、皆さんが何かこう転職活動をする際に、有益な情報を得られるような、そんなチャンネルにしていきたいと思ってます。今回ですね、転職後も生き生きとしている人の特徴というテーマでお話をさせていただきます。ポイントは大きく2つかなと思います。1点目はですね、捨てるものが明確な人ですね。で、まあ、捨てるものっていうのは、いわゆる皆さん、例えば就職されて、まあ、例えば大手企業だったら、会社のブランド力だったりとか、まあ、安定だったりとか、まあ、あとは、まあ、給料、まあ、リンクしてますけど、まあ、お給料だったりとか、まあ、あと、やりがいとか、時間とか、まあ、いろんな、要素があると思います。で、それらの要素の何を捨てるかっていうことに関して、明確な人っていうのは、転職後も生き生きとしてます。一番迷走するパターンの人っていうのはですね、これ全部欲しい人なんですよね。時間も欲しい、お金も欲しい、やりがいも欲しい、みたいな。そんな仕事はないと思ってください。何かを捨てなきゃいけないということを理解した上で、じゃあ自分が何を捨てるかということをまず明確にしてみてください。はい。で、二つ目がですね、その会社に入る明確な目的がある人ですね。で、その入る上で、じゃあ、それが経験を得たくて入るのか、その会社を通じてなんか人脈を広げたくて入るのか、何かこう目的が明確な人っていうのは入った後も、まあ、当然ですけどそれを得るために入っているので、入社後もそんなにギャップっていうのはないんですよね。なのでですね、ぜひその2つ目の入る上での何のために入るかっていうことを明確にしてみるといいんじゃないかなと思います。で、ちょっと僕のケースでお話を簡単にさせていただくと、僕は最初ソニーという会社に入って、3年半で辞めました。で、その、入ってソニー辞めた後に、30名ぐらいの規模感の会社に入りました。で、そこは、まあ、フルコミッションって、まあ、いわゆる成功報酬というかですね、まあ、完全歩合制みたいな感じだったんですよね。なので、ただ僕はもう完全に、いわゆるその固定給とか安定とか企業のブランドとかっていうのはもう捨てました、全部。で、結果的に給料多分4割ぐらい下げて入ったんですけど、やっぱりその時の1年ってめちゃめちゃ充実していて、なんかこう全然他の嫌なことがあっても、僕は違う得たいその経験があったので、結局その入る時になんか全部欲しいと思って入る人っていうのは多分ずっと迷走し続けるっていうか、で、それは幻想なので、時間もお金もやりがいも全部欲しいみたいなのっていうのは幻想です。なので今の時点で自分が失ってもいいものっていうのは何なのかっていうことを明確にしてみてください。なので、まあ今のお伝えした2つっていうのは意識してみるといいと思います。間違っても今が嫌だから辞めるみたいな辞め方はしない方がいいと思います。それだときっと自分が何やりたいかっていうのは永遠に見つからないので、おすすめはしません。はい、こんな感じで、転職にまつわる話をこれからもしていければと思います。それではまた次回お会いしましょう。